こんにちは、速稼塾の久保です。YouTube を通じてですね、何千万か稼いだことがある人ってのは、なかなかいないと思うんですけども、この億万長者合宿のシリーズ、確か何かね、億万長者合宿に参加したら絶対稼げるんですかみたいなことを言った人がいますよね。あそこから億万長者合宿を経て今日に至るまで、もう私は何千万という単位で結局売り上げいただいてます。本当にね、なんかセールスをしてないような私の動画なんですけども、きちんと売り上げ上がって収入があって、その収入から運用して利回り取って、それが増えてるわけですよね。で、今回のコロナ禍で、1億円にはならなかったんですけども、去年の今頃ですよね、ゼロゼロ融資っていう無担保無利子の融資が受けれるよっていうふうなことは安倍総理が言い出してね、前回ので、安倍総理がそんなこと言うもんだから、金融機関が吸ったもんだになりましたけども、おかげさまでね、そこからの種銭をグワッといただいて、それが今ね爆増してますよ。それも億万長者合宿のカリキュラムの一つですよ。こういうふうにカリキュラムは毎日毎日続いてるんですけども、そこに参加してくる方はあんまりないんじゃないかなと思います。億万長者合宿のカリキュラムっていうのは、毎日私と吉田さんがやり取りしてるのがまさにカリキュラムですからね。で、この会話のやり取り、この思考考え方のもとに、私はどん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 お金を増やして、吉田さんは親に BMW 買ったりとかね、ご自身でも2台目の車買ったりとかね、 R34 にプラスアルファして BMW を2つ所有してるみたいなね。で、ちなみに吉田さん、最近私ね、グーネットかカーセンサーで中古車をね毎日見てるんですよ。何の中古車見てるかっていうと、 Z32 ね、フェアレディ Z の赤、これがね、もう出玉が少ないんですよ。でもね、まだね、2、300万で買えるというね、安いなと思います。一発で買えますね、こんなのね、今となっては。それから、ポルシェですね。やっぱり、外車って考えて、私が思いつくのはポルシェなんですよ。で、ポルシェって、私、インターナショナルスクールに行ってるんですけども、ポルシェに乗ってきてる人がいてね、あ、ちくしょうと思いましたね。あ、いいな、このポルシェ。なんか、駐車場にあるだけで、あ、ポルシェって分かりやすいなと。ただそれだけのためにね、ポルシェ買ったのかなみたいなね。で、検索してみたら、いや、やっぱりすぐ買えるやん、ポルシェみたいなね。何だったんだと。憧れのポルシェ、BMW、ベンツ、いや、もうね、大根を買いに行く感覚で今日中に契約できますよ、こんなの、と思ったぐらいですね。だから億万長者合宿をやっていて、結局はね、億万長者になるんですよ。YouTube のやり取りずっと続けてると、そっから生まれる売り上げ、そして借金は、ね、吉田さんね、返済してますしね。で、 YouTube にどん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 慣れていくっていうところもありますよね。で、今回の動画のまとめになりますけども、 YouTube をやっててね、で、本当に、儲かるんですかって、本当に、成功できるんですかとかね、だったらいくらでも払いますよって言いますけども、もうなんかその結局参加しただけで稼げるかどうかっていうのは、それはね、分かりませんよ。だってこの日本という国に国民として参加してね、大きな差ができるわけじゃないですか、いろんな人生。それと同じで、何を自分がやっていったか、何をやらずに済ましてきたか、この2つで人生できてますね。だから億万長者合宿っていうのは、何をやらないようにするか、やってきたことをやめて、やっていなかったことをやる、この繰り返しですよね。じゃあ例えばどっかでね、サラリーマンで勤めていて、副業で YouTube を始めるとします。いや、 YouTube 結構きついなと思って、 YouTube のトーンを落としていくのか、いや、きついのは今勤めてる会社やん、その会社に勤めてるのがしんどいから、だからそっちを辞めて YouTuber になろうとしてるわけでしょ。YouTube じゃなくてもネットビジネスとかでね、爆益上げようとしてるわけでしょ。じゃあなんでね、今まで勤めてる会社の方をいつもいつもいつも第一にするんですかと。いや、無理でしょ。今まで勤めてきた会社を一番大事にして、副業のままにするんだったら無理ですよ、ね、副業本業だと思って、こっちのサラリーマン暮らしはどっちにしろもう3年後はやってねえよみたいなね、そんな感じでやっていかないと。いつまでやるんですかってことですよね。いつまでやるんですか、その会社、その勤め、ね、5年後もやってますか、10年後もやってますか。いや、やらせてもらえるんですかね、YouTube はいつでもあなたを歓迎してますからね。あなたを排除することはないです。
ね、たくさん動画作りすぎてアカウントバンはありますけども、そんな心配まだないでしょ、ね、会社はクビになりますし、クビにならなくても潰れますよ。そんな不安定な上にいつまでもねあぐらをかいているんじゃなくて、自分の力で不安定を乗りこなす力、 YouTuber になってみませんか、ということでございました。いってらっしゃい。